WWS チャンネルをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。私たちラストアイドルです。今回はラストアイドルのメンバーの中で晴れて新成人となるメンバーで集まっております。まずじゃあ誕生日順で今日並んでるんですけど、まず若菜ちゃんから、なんか新成人になってやりたいことありますか？やりたいこと、でもやっぱりせっかく成人ということで、なんかあんまりまだお酒を飲んでないんですよ。でもなんか結構2000年組、2000年生まれ多いので、なんかみんなでなんかとってもいいですね。じゃあつまり長月です。私は地ビール、各国のビールを飲みたいなと思うんですけど、でも私ビール飲めなくて、そうなんです。だから今後のんびりとビール生活を始めていきたいと思ってます。はい、じゃあみほちゃん。はい、私は日本酒が好きなんですけど、もう地ビール超えてきてるよ。なんでいろんな日本酒を飲み比べしたいです。今のところアランマさんのナンバー6が一番好きです。なんかそれはもうじゃあ連れてって、お願いします。はい、じゃあマラトス。私はカシスオレンジ系女子なので、もうちょっと日本酒とかビールとか飲めるようになりたい。みんなお酒だけ。期待を込めてひなちゃん。期待を込めて。ごめんなさい、私はピアスを開けたくて。まだイヤリングなのでちょっとピアスを開けてみたいなって思います。いいですね。ピアス開けてください。じゃあ。はい、じゃあゆめちゃん。はい、12月生まれの大場です。やっぱり夜景の見えるなんか素敵なちょっとお高いレストランみたいなところでお酒を飲んでみたい。わかるですね。ちょっと飲んでみたい。ちょっとお高いワインみたいな。飲めないけど飲んでみたい。いいですね。はい、こりちゃん。はい、3月生まれのしもまかり。もうすぐだね。そうです。まだちょっとお酒を飲んだことないので、真島さんが言ってたんですけど、みんなでね。じゃあ今年の4月にぜひ飲みましょう。はい。それでは皆さん、2021年も応援のほどよろしくお願いします。以上、私たちラストアイドルでした。バイバイ。